牛尾慶営之介8月11日から1955年1月9日は日本の内務官僚。後に内務大臣検問部大臣最後の数密院副議長を務める。1881年、面職人牛尾房太郎の次男として島根県美濃国横田村に生まれる。育文館中学一校を経て1907年。 東京帝国大学法科大学卒業後に内務省入省。行政法の専門家として、活動、衛生局長、地方局長などを歴任した。1928年に内務次官となり、田中義和内閣、第二次若月内閣で次官を務めた後に1931年に貴族院直選議員となる。翌1932年。 斉藤内閣で再度内務次官を務めて、文化任用令改正、選挙粛清運動などに関与した。1936年、広田後期の内閣に内務大臣検問部大臣として入閣した。軍部と一定の距離を持ち、党派色が薄いという理由での起用であったが、内務省内の革新官僚が内省任命反対運動を行ったため、報復として、唐沢都市 安倍健機、相川勝六ら有力革新官僚の給職処分、左遷が行われた。だが、党派職排除を掲げて、内務政務次官に、鍋島直忠、銅山予官に、肝付金秀と共に自分と同じ貴族院議員を起用したため、政党、軍部からも反発を受けた。1938年に、数密顧問官に転じた。戦後の1946年に、 清水清の数密院議長昇進に伴って公認の副議長となった。日本国憲法施行と同時に数密院が廃止、後に公職追放を受けて引退した。1955年1月9日死去。墓所は港区麻布十番の全福寺。ありがとうございます。